はい、どうも、なぎりです。本日は、塗りポイント予想バトルをしていきたいと思うんですけども、みんな知ってるか？まず最初に、俺がまあ何ポイントか塗るんですよ。で、その後に、相手チームの方は、俺が塗ったポイントを予想して、まあこんくらいかなーって、俺が10ポイント塗ったのかなーって予想したら10ポイントで止めとく。で、最後、リザルト結果が出た時に、数字が一番近い人が勝ちです。はい、それではこれから塗りポイント予想対決をしていきたいと思います。まずは俺が適当に塗るんですけど、どうしようかな、どんくらい塗ろうかな。前やった時はあんまりなんだろう、塗らなかったんだよね。あんまり塗らない中予想してもらった。やばい、予想しに来たよ、ヒデオくんが来た。まあそこら辺ちょこっと塗ってきたわ。まだ塗ってもいいけど、どうしようかな、ちょっとだけ塗っとこうかな。ここら辺を、ちょこっと塗って、こんくらい？こんくらいにしとく？みんな、ちょっと観察してるだろうなこと。どんくらい塗ったのか。なに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 なんかやるぞ、なんかやるぞ。あ、何やってんだ。大丈夫？溺れてたね、今、ヒロ君。溺れてたね。よしよしよし。変なの。変なやつだな。変なやつなんだ。そうなんだ。これでじゃあ予想してもらいましょう。俺に一番近い数字の人が勝ちです。もうここから俺は塗りません。まあ、頑張って予想してみてください。ひろくんはどんくらい塗るのかな？ちょこっとですね。まだまだちょこっとですね。自分で計算してんのかな、どんくらいか。はい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 。でもまあ、いい線いってんじゃないかな。いい線いってそう。あ、こっちのイカちゃんは？お、ちょこちょこ塗ってて。みんなそんながっつりは塗ってないね。ってことは、数字が少ないと思ってるんだ。さあ、みんな頑張っております。みんなもずく農園のとこを頑張って塗っております。ひりおくんがなんか来たわ。こんにちは。あ、もういいんだ。終わったの？あ、終わったんだ。わ、自信はなさそうだね。イカちゃん二人は自信ありそうだけど、ヒデオくんは頭ひねってるから、もしかしたら、そんな自信ないか。まあ、結果なんですけど、私は、今131ポイントを塗りました。他の三人は、どのくらい塗ったのでしょうか。答え合わせしてみましょう。俺は131ポイントだったんですけど、ヒデオくんが99ポイントだね。で、赤ザップの子が160。だから、29差と、ヒレオくんはね、32ポイント差だ。惜しい！ほら、赤ザップが勝ちました。赤ザップの。イカちゃんが勝ちました。はい、次はヒレオくんが塗ったポイントに、みんなで合わせていきます。じゃあ、ヒレオくん塗っていいよ。たくさん塗ってもいいし。ね、ちょっと塗るだけでもいいからね。どんくらい塗るのかな？あ、ひろくんなんか文字書こうとしてる。ひ。これは、れ？ひれ。ひれおって書きたいのかな？自分の名前を、ステージに書いてるわ。ひれお。ひれお。こっちにも書いてる。これは結構多めなのかな？丸×って書いてるよ。なんかいろんなのが、四角も書いちゃった。プレイステーションのボタンの数字だね。ハートも書いてる。一体いつまで書くんだ？そろそろ時間ですよ、ひろくん。ひろくんなんかいっぱい書いて、星も書いてる。何これ？あ、書けたっぽいです。そしたら塗っていきましょう。で、丸バツ三角しか書いてないから、100は超えてるけど、150いってるかが、際どい。135ぐらいにしとこうかな。意外といってないと見た。実は。違う？違う？ 135 違う？焦ってない？本当は、塗ってほしいのか？180。うわ、惜しい！
188塗ってる人が欲しい。